あ？何これ？塩からの届け物。なんかうちの三宝が届け物をくれたんですけど。ねえ、なんだ？アトラスコイン。塩からの届け物。バズズコイン。塩からの届け物。ベリアルコイン。何これ？いけるなぁ。命やと。いけそうやな、こいつ。こいついけるけど、こいついけるじゃん。命やと。一緒に来い。ザバン。いけそうやなぁ。行くか。はい、というわけで、魔法の迷宮やってまいりました。ね、今回ね、用意した仲間、用意した友達は、なんでそうやって言い換えた？用意した友達はですね、ザバン、命やとさんっていうね、僕のね、やってるとあるゲームの、まあ、フレンドさんですね。はい、ドラクエ10最近始めた方々でね、よくたまにオフで通話しながらやってます。はい。今回はね、サポート仲間と続きました。そして頼れるノッヒーですよ。頼れるキラーマシーンノッヒー。頼れる男です、こいつは。もうね、なんか、しおちゃんからそういうものもらったわけなんですけど、まあ、ここでさ、フレンドの力。まあ、僕、少数精鋭すぎるフレンドがいるんですけど、その力を使っちゃうと、やっぱ僕の成長になってない。昔は僕ね、すごい負けてたから、今だったら、もう僕もね、道具使いレベル98と、レベルはそこそこあるんで、本当に僕たちの力だけでいけるんじゃないかなって、ちょっと成長を見るいい機会かじゃないかなと思いまして、ちょっとやってみように、早速。そう。昔はもう完全におんぶに抱っこされてたからさ、どうなんだろう。いるなぁ。アトラス待ってんなぁ。待っていたぞと言わんばかりに構えてんなぁ、お前。いや、もう今ならいけるかもしれん。初め連れ回された時は偉い目になってたが、今の俺はね、違うんだよ。もう、洞窟はレベル98なんだよ。ね、初めての配信からだいぶ時も経ちました。今なら勝てるんじゃないか。挑んでみたいと思います。勝負、勝負、アトラス！うわぁ！やばいぞ、こいつ。いやー、怖いなー。とりあえずね、初手次回シール貼ってさ、これ貼ってダメージ軽減しとこう。頼むわ。頼れんのは、このノッヒーだと思うわ。仲間モンスターですごい頼れんのはノッヒーですよ。で、命は僧侶なんで、回復は彼に任せておこうかなと。だから僕は基本的にバフかけつつ、あ、126、そんな食らわない。ノッヒーは硬いね。キラーマシンがね、意外と硬いんだよね。で、僕も攻めれるようにしておこう。まあ、若干僕もサブアタッカーとしてね、やっていきたいと思います。もう、回復は任せていいと思うんだ。よっしゃ、行くぜ！第一の怒り！ちょっと待って、離れた方が良さそうやな、それ。なるほどね、そういう技なんだ。じゃあ、再びシール貼り直して、安全にやってけ。あ、味方結構食らってんな。HP 半分ぐらい減んのか。まあ、うまいこと僧侶が、回復を回せれば、あ、大丈夫か、大丈夫。ここから届くべ。ダークナイトショット行くぜ。ほらよ、1141出る、4桁出るよ、4桁。そしてこのサンライトアローもかなり強い技なんでね。ほら！あ、いいね、いいダメージ出てる。ダメージは出てる。ただ全然わかんない。これ、どんぐらい強いんだろう、アトラス。わぁ、ソウルがワンパンされかけない。あ、やばい、怒りだ。これ怒りに対してはね、このロストスナイプってのがありまして、これでね、怒りを沈めることができるんだよね。これがでかい。あ、でもちょっと待って、狙われてんな。ちょっと助けて。助けてくんない。誰も助けない。誰も俺を助けない。いや、ヘイト買ってんね。このゲームヘイトとかあんのかな。とりあえずこれしとこうか。そろそろ道具最適つつ。これ超強いからね。これでね、いざという時の立て直しができるからね。最適つ超強いから。まあ、守り星はいらないでしょ。普通にサミナジレ、サバタッカーとして。あとは黄色くてるよ、HP。いけるよ。やっばい！怒りはやめて！ロストタイプ！はい。怒りは沈めとかないね。そう、怒りは沈めとかないと本当はダメなんだよな。いや、痛いよーそれ。ダークネショット。ほらよ！よっしゃ！いい音！いい会心だ、今の。いけるよ、決めてくよ。やったー、倒したー。すげえ、倒した。まさかいけると思わなかったけど。倒せんだ。
いや、飛んでるねー。バズで飛んでんな、お前。どっちかというとバズズってなんかもっと大きいイメージあるんだけどな、別芸のせいで。さあ、バズ飛んでいます。こちらを威嚇してますよ。やるかー。こうやってなんかザラキとか使ってこなかったけど大丈夫かな。さあ、バズズですよ。ねえ、モンバドレは悪魔の爪痕という最強技を携えてる。おーい、ザラキーマしてんじゃん。ほら、ザラキーマしてる。ザラキーマ対策とかないのかな。あ、祈っちゃうと死んでしょ。え、嘘。ここやばくない？それやばくない？ソウルがいきなりやられたんだけど。バギムーチョ、あ、結構呪文打ってくんな。なるほどね。結構呪文を打ってくるタイプなんだね。いやー、まさか。まさかだよ、そんな。回復薬いなくなっちゃったじゃん。やばい、輝く息打ってくる、こいつ。こいつ、輝く息打ってくる、こいつ。世界中の歯を使っといた方がいいな。ここ使っちゃおう。切っちゃおう、切っちゃおう。世界中の歯。世界中の歯切って、ツインクロー！うわ、悪魔の爪痕じゃん。ツインクローとか悪魔の爪痕じゃん、それ。命跡。ソウル回復しろ、僧侶。ソウルちゃんと回復しろ。今んとこ防戦一方だよ。あ、やべ、バギムチョ、俺離れといた方がいいな。離れとこ。離れといて。ソウル頼む、ノヒア回復させてくれ。ノヒを蘇生させてほしいな、せめて。ツインクロー行ってー、やばいな、痛いぞ、これ結構。俺が攻めるしかねえか。俺やー、あー、であんま効かねえ。ザバにバギムーチョ。離れておいて、サブアタッカー、こっからちょっと体勢立て直していこう。おら !2 をかわされた、さすがに避けるな。あ、来た、必殺あるじゃん。必殺あるな。これチャンスだな。この必殺技いくぜ。強化グセット、いくぜー。これは強いぞ。この間に一気に攻めれるよ。マジで一気に攻めれるぞ。いけ。あー、バキムチョ、俺だ。まあ、ここら辺におるか。ムヒ、ごめん。ここはマジで受け入れる。ほらー、あ、いい。めっちゃ強化グセット強い。ガジェットが強すぎるんだよな、これ。マジで強いからな、これ。ほら、もうダメージが違うもん。怒りはやばいね。ロストスナイプしとこうか。その怒りや押し付けよ。はい。よし。強化ガジェットなくなって、だいぶ今ので稼いだと思うよ。で、怖いのはザラキーマだな。ああ、ほら。ああ、ほら、言わんこっちゃないでしょ。言わんこっちゃないでしょ。まあ、基本的にでもダメージは取れてるから、ノッヒーと、僕で攻める感じだね。行くぜー、おりゃー。あー、いい。600出てれば十分でしょう。ロストスナイパー残しておきたいから、まあ普通にサミラ打ちでダメージ取っといて、怒ったらロストスナイプ。こっち来たな。ザラキーマとかが一番怖いんだよなー、されると。マジックバリアかけ直しとくか。魔法トーンちょっと怖いけど、スインクロー、うわー、いってぇな、ツインクロー。ノヒーに怒り。今のうちノヒーにヘイトを抜けといて、あ、え、強くない？え、嘘でしょ？大丈夫かこれ。ちょっと攻めるか。おら！いや、あと赤だからいけると思うけど、ツインクローめっちゃ食らったな、さっき。輝き、まだ、耐えれる。耐える、いける。バズズいけるぞ。倒せるぞ。バズズ倒せるぞ。ほらー、いや、まだか。赤なのに、もう赤じゃん。やばい、よし、いけ。おらー、あー、まだか。くわー、きちー。守るか、いた、守るか。守っとくか。よし、守っといて。なんか動いてねえぞ、あいつ。なんか動いてない。なんかチャンス、チャンス。今チャンスっぽいぞ、今なんか。いけ。いやー、ツインクロやばい。やっべ、危ない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 。危ねえなー、ほんとに。赤になってからが長いなー。いてぇ。やばくね、やばくね。おー、ナイス、危なかった。
コーン。さあ3体目、ロンダルキアの悪魔たち3体目ですね。これが最後やね、ベリアル。いやー、今までより強そうなんだな、ベリアルは。原作でも一番最後に戦うからね、こいつが一番強い。今のところ2勝0敗ね、勝って収めたいところですよ。行きましょう、勝負じゃー。いやー、指さしてんもん、こいつ強そうやわ。とりあえずこいつは呪文でしょ。まあミアンもベリアルイコールイオグランテ。ほらねー、もうマジックバリアしとこう。マジックバリアしといて、とりあえずマジックバリアで固めといていいと思うな。まあ、バズズみたいにザラキーマはないから、で、状態条件もこいつしないでしょ。あ、こいつフォークへ。え、待って、ヘルファイア強くない？それやばくね？避けろ！なあ、おお、結構食らう。結構食らう。これスクルトかけといてほいか、一応。凍てつく波動はしないからね。ロンダルキアの悪魔として凍てつく波動はしないから、バフはかけといていいと思う。かけるだけかけとくか。よし、こうして、ピオリムも2回かけてんで、シールド貼っとこう。あ、結構食らうぞ。ザバンが結構食らってる。あ、なに、天地明道の印。いいよ、いいよ。天地明道の印。なんかいけ。なんかやれ。みんな頑張れ。俺も頑張る。今もとりあえずバフかけたけ。ここから殴ろう。僕も殴っていこう。おらー !1100 出る。あ、ザバンは死んでしまった。おい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 、嘘でしょ。結構やられんだなぁ。サンライダーロー。あ、まあまあでも、イオグランテに関してはここまで離れておけば当たんないからね。で、その間に僕は弓で攻撃できる。これいいね。このイオグランテ系、まあなんか範囲系呪文は、離れておけば当たんないからね。で、必殺も溜まってます。うまいこといいタイミング見つけて、必殺貼って、一気に攻めよう。あ、ザバンは死んでしまった。嘘でしょ嘘でしょ。でもこっち来てほしくねえなー。やっぱ必殺今溜まってる以上ね、変な事故で倒れんの嫌だな。あ、結構食らう。ここら辺かな。行くぜー、必殺強化ガジェットゼロ指摘。行くぜー、ここで一気に攻めるんだよ。あー、ユナスン来ちゃった。まあユナスン来ちゃうから離れとこうか。あ、すごい、ノヒ1600出んじゃん。俺もおらよ。1000出るよ、せんでるよ。おらー !2500! すごいすごいな、2500出んぞ、2500。はい !1600! 超火力、超火力よ。めっちゃった火力でも。あー、終わった、強化ガジェット終わった、よっしゃ、勝ったー。強化ガジェット強えよし殺しに落ちろ、しおちゃんに送ろう。あんなの手紙、ハグベタコイン。送ったろ。余計なことしやがって。